野美術館の館長竹中です。神戸北野美術館は本日6月1日より営業を再開いたします。営業再開にあたりまして、企画展をコロナ対アマビエ展を開催しております。でコロナ対アマビエ展の企画をしてくださったのはこちらにいらっしゃる高田雄平さんです。今回この展覧会を企画しました高田雄平です。今回の展示は本当はキョルチの、ギャラリー Q という場所でやる予定だったんですけれども、コロナでちょっと運営ができなくなってちょっと閉廊しまして、でどこでやろうかと思ってこう探してた場所で、竹中館長からお話をいただいて今回この開催になりました。その中でこの展覧会というのは、まあ、今コロナというのをこう題材にしてそのアマビエっていうのがこう SNS 上で流行っていて、いろんな作家さんが展示とか作品を作ってはったので、このいろんな作家さんを集めて展覧会したら面白いかなと思って、でまあいろんな展示やそういうのもなくなってる中で何かこう企画できればと思って始めました。でもう全国からこう82作家の作家さんで150作品以上こう集まってます。アマビエ様の力を借りてコロナに打ち勝っていきたいので、ぜひ皆さんいらしてください。